のな、俺がお前を本気で好きになったとでも思っているのか？え？私は正隆に愛されていたわけではない。そんな事実を突きつけられた気がして、目の前がクラクラしてきた。正隆はそんな私に追い打ちをかけるように罵声をあげたのだ。俺は毎日仕事が忙しいから家事をしてくれる嫁が欲しかっただけ。それなのに心臓悪くして入院なんかしやがって。病気持ちのババアとは離婚。私は目の前が空に真っ暗になってきたのだが、その時さっき見たあるものを思い出した。あれさえあれば私には怖いものなんかない。そう思った私はまた冷静な態度を取り戻し、正隆にこう言い返した。いいよ、私には強い味方となるものがある。だから正隆なんかを手放しても惜しいとは思わない。しかし私のことを散々こき使い、挙句の果てには妻が入院中に元カノとよりを戻した正隆に一泡吹かせてやろうと思った。私は香り、結婚して間もない45歳の専業主婦だ。40代半ばまで結婚ができなかった私は、それまで家と職場の行き来だけの単純な日々を送っていた。楽しみといえば飲みに行ったりショッピングをしたり、そしていつか幸せになりたいと思いながら運試しに宝くじを買うというのが毎年の恒例行事になっていた。そんな時ふと目にしたのが40代向けの婚活アプリ。まあこれまでにもお見合いパーティーなどに参加したことはあるけど、いい出会いに恵まれなかった。だから軽い気持ちで始めてみたのだが、まさかそれがきっかけで今の夫に出会うとは夢にも思わなかった。彼は私より3歳年上で、名前は伊沢正隆という。従業員1000人以上の大企業に勤務する部長で、年収はなんと1000万円だそうだ。見たところ真面目で一生懸命に仕事をしそうな彼。私はなぜこんなにいい男性が今まで結婚をしなかったのか気になったので、初めて会った時にそれとなく聞いてみた。すると彼ははにかんだ笑顔を見せながらこう答えた。いや、俺は今まで仕事が忙しくてなかなか出会いのチャンスがなかったんですよ。確かに大勢の従業員を抱えての部長職となると仕事に追われるのも無理はないだろう。それでも正隆はこの年になり一人では寂しいと思い、婚活アプリを始めたそうだ。照れながらそう答える正隆がとても眩しく見えた。その瞬間から私は少しずつ正隆に心惹かれていったのかもしれない。正隆の方も私のことを気に入ってくれたのか、こう言ってくれた。いや、正直アプリなんかで本当に出会いがあるなんて思ってもみなかったですが、香里さんのような女性がいてくれてよかったですよ。いえ、私の方こそこの年で出会いなんてもう諦めようかと思っていたんです。本当にまさかこのアプリで正隆さんのようないい人に巡り会えるなんて。お互いに奇跡的な出会いだと思った私たちは笑顔でそう言い合った。そんな感じで私たちが結婚を意識するまでにはあまり時間はかからなかった。そして出会って半年で私たちは結婚。私は入籍をする前日、もうこれで最後かなと思いながら独身最後の宝くじを購入したのだった。結婚式を挙げた直後、正隆は私にこんなお願いをしてきた。俺は仕事が忙しいから共働きで家事を分担するのはちょっと。だから香里には仕事を辞めて家にいてほしい。え？まあ私は母も専業主婦だったから家事に専念するのは苦じゃないけど。私は正隆からのお願いにそう答え、
結婚を機に仕事を辞めることにした。そして迎えた楽しい新婚生活。私の手料理を美味しいと言って嬉しそうに食べてくれる正隆。それまで一人で寂しく食事をしていた日々がまるで嘘のような喜びを感じていた。しかしそんな幸せもつかの間だったなんて、その時には思いもよらなかった。結婚してから1ヶ月も経たないうちに正隆の態度が急変してしまったのだ。最初のうちは残業で多少は遅くなったとしても、仕事が終わればまっすぐに飛んで帰ってくれていたというのに、最近では帰りが夜中になることも珍しくはない。夕食の準備をして待っていても、家に帰ると食べてきたからいらないと言われる。そんなことなら早く連絡してくれればよかったのに。私は辛い気持ちをぐっと抑えながら用意してあった食事を片付けた。たまに家で夕食を食べる時にも、出した食事を見て怪訝そうな顔をしながら文句を言う。げえ、疲れて帰ってきたのに俺の嫌いな煮魚かよ。そんな貧相なもの食えるか。肉の料理を作れよ。え、でも今日はお肉がないから明日は肉料理にするわ。だから今日はこれで我慢して。ないなら買ってこいよ。俺は肉が食べたいんだから今から作り直せ。私はそう言われ、もう夜の9時を過ぎているというのに閉店時間ギリギリのスーパーに肉を買いに行かされるのだった。正隆の横柄な態度は食事に関することだけではない。掃除についても、私がどれだけ丁寧にやっていても必ず文句を言ってくる。背が高い正隆は大きなタンスの上など高いところまで指でなぞり、ここまだ埃が残っているじゃないかと怒鳴りつけるように言う。小柄な私には台に上がらなければ届かないようなところばかり、まるで嫌がらせのように指摘してくるのだ。そんな高いところ私には届かないから頻繁にはできないわ。大掃除の時にするから日頃はそんなところを指摘しないでよ。私がそう言ったとしても、正隆は呆れたような顔で言い返す。けっ、大掃除まで高いところは埃を溜めっぱなしなのかよ。チビは本当役に立たないよな。私は自分の体が小さいことをけなされたのが悔しかったのだが、言い返せばまた何を言ってくるかわからない。だから私は何を言われても黙って耐えるしかないのだ。それをいいことに正隆は私がするすべての家事に文句を言う。自分はいつも疲れたと言ってゴロゴロするだけなのに。最初は優しい人だと思っていたが、日増しにそのメッキが剥がれてくるのだ。とはいえ、私はこの年でやっと結婚ができたんだし、夫婦なんてこんなもんなんだと自分に言い聞かせて辛抱していた。しかし近頃なんだか胸がドキドキしたり、胸元に妙な痛みを感じたりする。どうしたのかしら。まあすぐに収まると思うけど。私は胸元の違和感が気になっていたものの、しばらく放置していた。だがそれがいけなかったのかもしれない。容態は次第に悪化し、息切れやふらつきがひどくなってきたのだった。我慢できなくなった私は病院で診察を受けることにした。それらの症状はストレスによる心疾患から来るものだった。日々襲いかかってくる精神的なストレスが私の体に大きなダメージを与えていたのだ。私はしばらく入院しなければならなくなった。入院の準備をするために一度家に戻り、正隆にそのことを伝えたが、心配はおろか正隆はしかめっ面をしながらこう言った。え？長期入院ってマジかよ。その間家のことはどうするんだ。誰が家事をするって言うんだよ。不便な思いをさせて悪いんだけど、入院中は外食か惣菜で我慢してください。洗濯は乾燥機があるし、
掃除も一人ならそんなに汚れることはないと思うわ。おい、まさか俺に家事を全部しろって言うのか？そんなの忙しいから無理に決まってるだろ。そう言われてもごめんなさい。退院するまでの辛抱だから。私は必死になって頭を下げたが、正隆は不機嫌なままだった。まったく、家事しかできない半人前のくせに何が入院だよ。本当に使えないやつだな。退院したら覚えとけよ。私は正隆からそんな罵声を浴びながら一人で入院する準備を始めた。なんだか今の状況から逃げ出そうとしているようで、後ろめたさすら感じる。私自身が悪いわけでもないのに。翌朝になっても正隆はまだ不機嫌なままで、入院の見送りもせずにさっさと仕事に行ってしまった。私は仕方なく一人で荷物を抱えて病院に向かった。入院してからも正隆は一度も面会には来なかった。おそらくそうではないかと思い、着替えなどすべて持ってきておいた。とはいえ誰も来ない病室はとても寂しいものだ。一人で退屈な思いを紛らわせようとスマホでネットサーフィンをする毎日。するとメッセージアプリの通知に変なメッセージが入った。送り主は正隆だが、その内容に私は唖然とした。ユキナ、愛してるよ。もうすぐ仕事終わるから待っててね。私は既読をつけようとしたが、その直前にメッセージは削除されましたと表示された。一体ユキノとは誰のことなんだろう。それも私には送ったこともないようなやんわりとしたメッセージで、もしかしたら正隆は浮気をしているのかもしれない。そんな不安な気持ちが頭をよぎると、胸が締め付けられるように痛み出した。私は慌ててナースコールをした。幸いにも軽い発作だったため、看護師さんに言われた通りにしていると5分程度で痛みは収まった。看護師さんからはストレスがいけないから何か楽しいことでも考えてとアドバイスをもらったが、何を考えればいいのか見当もつかない。そんな時に私は入籍前に購入した宝くじのことを思い出した。確か昨日が当選発表だったはず。私は気休めも兼ねてスマホの公式サイトで宝くじの当選番号を調べてみた。するとマイページに表示された当選おめでとうございますの文字に、私は目が飛び出そうになるほど驚いた。嘘、まさか。私は興奮しながらも当選した金額の桁数を数えていた。その時だ。病室のドアがガチャッと開き、正隆が入ってきた。正隆の後ろには30代前半くらいの見覚えのない女性もいる。なんだか派手な感じの女性だ。やあ、元気にしてたか？正隆はそんなのんきな声で私に話しかけてきた。元気なわけないでしょ、入院してるんだから。それにあなた今まで一度も顔すら出さなかったじゃないの。そりゃそうだろ。誰のせいで忙しい思いをしたと思ってるんだ。仕事に家事にこっちは大変だったんだぞ。相変わらず正隆は自分の忙しさばかり主張をして、私の容態など無関心だった。私は怪訝な表情を浮かべながら言い返した。あっそう、それは迷惑をかけましたね。私のそんな不機嫌な態度にも正隆は全く動じることもなく、ニヤニヤしながら言い返してきた。全く香りは可愛げのないやつだな。まあいいや、これからはもう不便な思いをする心配もなくなったから、ゆっくり入院しててもいいぞ。え？それどういうこと？正隆の意味ありげな言葉に私の頭にはまた不安がよぎった。すると正隆は後ろにいた女性の肩を抱き、得意げな表情でこう言った。今は彼女が俺の身の回りの世話をしてくれるからだよな、あユキノ。
ユキノとはさっきのメッセージに書かれてあった名前だ。彼女は正隆に寄り添いながらニコリと微笑んでいる。誰なのその女は。変だ、驚いただろう。お前が役に立たないからこの元カノであるユキノに連絡したんだ。彼女今でも俺のことを好きでいてくれたからすぐに飛んできてくれたよ。そうやって得意げに言い張っている正隆。私はとにかく冷静になろうと思いこう聞き返した。ああ、昔の知り合いの方が面倒見に来てくださったのね。それはどうもご迷惑をかけてすみませんでした。私はもうしばらく入院が必要なのですが。私がそう話していると二人は一斉に大笑いをした。この奥さん、ちょっとおかしいんじゃない？何にも分かってないんだよな。まあ仕方がないか。40半ばまで男と付き合ったことがなかったんだもんな。正隆と雪乃は完全に私をバカにするような目で見ていた。そりゃ分かってるわよ。二人が浮気していることくらいはお見通し。そう言ってやりたかったのだが、ことを荒立たせると余計心臓に負担がかかる。だからあえて冷静に対応していたのだったが、何も言い返さない私に正隆はとんでもないことを言ってきた。とにかく俺は体の弱い豊島女なんかもういらねえんだよ。これからは雪乃とずっと一緒にいる。そう言いながら正隆は緑色の文字が書かれた紙切れを突き出してきた。つまり私とは離婚するということだ。冷静に対応していた私もさすがに動揺が隠せなかった。どうして？元カノっていうことは一度は別れた相手なんでしょ？それで私と一緒になったのに今さらよりを戻そうなんて。私がそう尋ねると正隆は呆れたような表情で言い返した。あのな、俺がお前を本気で好きになったとでも思っているのか？え？私は正隆に愛されていたわけではない、そんな事実を突きつけられた気がして目の前がクラクラしてきた。正隆はそんな私に追い打ちをかけるように罵声を上げた。だから俺は毎日仕事が忙しいから家事をしてくれる嫁が欲しかっただけ。それなのに心臓悪くして入院なんかしやがって。病気持ちのババアとは離婚。私は目の前がさらに真っ暗になってきたのだが、その時さっき見たあるものを思い出した。あれさえあれば私には怖いものなんかない。そう思った私はまた冷静な態度を取り戻し正隆にこう言い返した。いいよ。私の意外なリアクションに正隆は目を丸くしている。は？本当にいいのか？お前、俺に捨てられたら行くところもないくせに強がってんじゃねえぞ。別に強がってるわけじゃないわ。それよりこの離婚届ちゃんと出しておいてよね。私は手渡された離婚届に署名をして正隆に返した。ああ、それなら任せとけ。明日にでも出してきてやっから。正隆はそう言いながらもまだ不思議そうな顔をしている。雪乃は私を見下すような目でじっと見つめながら不敵な笑みを浮かべている。いくら生活に困るからって言ってもさすがに私の若さと美貌にはかなわないと思って諦めがついたのね。そうだよな。俺も鼻が高いよ。店でナンバーワンだった雪乃、俺だけのものにできるんだから。付き合ってた頃でもどうせ俺みたいな年上の男なんかすぐに捨てられるかもって諦めてたのに。あの店でどれだけ人気があったって私はずっと正隆一筋よ。離婚届出したらすぐに私たちの婚姻届も出しましょうね。店？ナンバーワンって。私の反応に正隆は慌てて口を塞いだ。真面目に一生懸命働いていたと思っていたらそんな店に通っていたのか。そういえば結婚してからも残業だと言いながら飲んで帰ってきたような日もあった気がする。残業で遅くなって食事は済ませてきたというのも。
なんだか怪しいと思っていた。疑心暗鬼に陥った顔をしている私を見て、ユキノが声を上げた。なんだっていいでしょ。とにかく私とマサタカは一緒になるんだから、おばさんはもう用なし。ユキノはそう言い放ったかと思うと、マサタカの腕をぐっと掴んでその場を後にした。私が辛い入院生活を送っているうちに浮気相手との再婚を決めていたマサタカ、そんなマサタカのことがどうしても許せない。別れたとしても私は清々するだけなのだが、その前に一泡吹かせてやろう。そう思った私は、マサタカへの仕返しをする計画を立てたのだった。私はその後病室で安静にしながら順調に症状を回復させ、ようやく退院の許可をもらえた。マサタカは再婚してユキノが住むマンションに行ったため、退院後は元の住居で私が一人で暮らすことになる。家に帰ると早速当選した宝くじの換金をするために指定の銀行へ向かった。金額が金額だけに受け取りには1週間はかかるそうだ。その間に私はいい弁護士がいないかネットで調べてみた。正隆のこれまで関わってきた女性関係について調べてもらうためである。雪乃という女とは本当に結婚前には関係が終わっていたのだろうか。もしずっと関係が続いていたとしたら、慰謝料を請求できるはずだ。そして宝くじの換金が無事に終わった時に弁護士を見つけて調査を依頼した。調べてもらった結果、やはり雪乃とはずっと関係が続いたままだったようだ。ちなみに雪乃は元キャバ嬢で、正隆が言っていたように店ではナンバーワンの人気だったという。その頃から二人は付き合い始めていたが、関係が終わったことはなかったそうだ。つまり正隆は彼女と関係を持ち続けながら私を家政婦として嫁にもらったということだ。そう思うと腹渡が煮えくり返りそうになった。しかし病状をまた悪化させないためにも、ここは冷静にならないといけない。元気なうちなら今すぐにでも正隆のところに怒鳴り込んで慰謝料を請求してやりたいところだが、私は弁護士に全てを任せて時が来るのを待つことにした。しばらくすると正隆から電話がかかってきた。おい、いきなり弁護士が来て浮気の慰謝料を払えってどういうことだ。あら、弁護士さんの言う通りよ。さっさと払ってくれなきゃ裁判を起こしてもいいんだけど。うるさい大地、お前弁護士なんか雇う金がどこにあったんだよ。裁判って言ったってそれも金がかかるだろ。お前入院費用だってバカにならなかったんだろうし。何も知らない正隆は私にはお金がないことをネタにしてきた。しかし余計な一言が災いしたことに本人は気づいていないようだ。そうよね、あなたと婚姻中に入院したっていうのに費用も出してくれなかったんだもんね。弁護士さんに相談したらそれもあなたに請求できるって聞いたわよ。正隆の余計な一言のおかげでこちらが有利にことを進められた。正隆はしまったと思ったのか何も言い返してこない。電話の向こうからはちょっと貸しなさいよという女性の声が聞こえる。おそらく雪乃が電話の向こうで聞き耳を立てていたのだろう。ちょっと、あなたに慰謝料なんか請求できる権利はあるの？勝手に体壊して夫をほったらかしたくせに。そこで私が代わりに彼の世話をしてあげたんだから、慰謝料払うのはそっちの方よ。あ、そうだよ、その通りだ。正隆も雪乃という心強い味方がいるのをいいことに得意げな口ぶりに変わった。それでも私は冷静な口調で言い返した。あら、弁護士さんから聞かなかったかしら。正隆が結婚後もずっと雪乃との関係を続けていたのも全て調査済みだって。こっちは優秀な弁護士を雇ったんだから
言い逃れはできないわよ。強がりを言うな。さっきから言ってるけど、お前にそんな金があるわけないじゃないか。ああ、それもあったわね。正隆は高収入のくせに、私には生活費として月に17万円だけ手渡してたの。それだけで家賃や光熱費、それと食費をやりくりしなきゃならなかったんだから大変だったわ。それだって慰謝料の対象にならないかしら。そう、正隆は全てにおいて私への仕打ちがひどかったのだ。だから正隆が何を言い返しても、それが墓穴を掘る結果になってしまう。これは裁判を起こせば明らかに私が有利となるだろう。家計簿アプリをこまめにつけていたことも証拠になるのだから。何も分かっていない正隆は、まだ私が強がりを言っているだけだと思っているようだ。優秀な弁護士だなんて嘘だろ。その弁護士っていうのもどうせ大したことないはずだ。とにかく俺は騙されないからな。正隆がそう言うので、私はネットで見つけた今回の弁護士事務所のホームページをメッセージで正隆に送りつけた。依頼したのはこの弁護士事務所だよ。名刺ももらってるでしょ。ホームページには今回お世話になっている弁護士の写真も載っている。そのページを見た正隆はおそらく仰天していることだろう。これってかなり有名な弁護士事務所じゃないか。本当にお前、そんなところの弁護士を雇う金がどこにあったんだよ。正隆がおろおろしたような声でそう聞いてくるので、そろそろ本当のことを暴露してもいい頃だろう。実は今年の宝くじで前後賞合わせて5億円当たってたの。え？私の一言に正隆と雪乃は驚いているようだ。う、嘘だろ。第一、宝くじを買っていたなんて聞いてないぞ。あなたと結婚する前に自分で稼いだお金で買ったのよ。だからそんなこといちいち報告することでもないでしょ。私がそう答えると、しばらくの間沈黙があった。すると正隆は当てたような声を出してこう言ったのだ。今家にいるんだろ。すぐに行くから待ってろ。正隆は今更何をしに来るというのだろう。そう思っていると20分ほどして正隆が一人で我が家にやってきた。意外にも正隆は明るい表情を見せている。香織、財産分与のことで話し合いに来たんだけど。はあ、財産分与？正隆のやつ嬉しそうにやってきたものだから、一体何を考えているのかと思っていたら、まったく馬鹿げたことを言う男だと呆れて物も言えなかった。そうだよ、宝くじを買ったのは結婚前だけど、当選して換金したのは結婚してからだよな。それなら俺も夫婦の共有財産として半分受け取る権利があるんじゃないか。残念だけどそれは無理よ。換金したのは離婚が成立した後だったし、何より離婚の原因はあなたの浮気なんだから。え、そんなことは言わないでさ、一度は夫婦になった仲なんだから、せめて4分の1だけでもいいから。正隆はそう言いながら私に手を合わせて頼んでくる。私はそんな都合のいいことばかり言う正隆を一喝するように言い返した。ダメよ、財産分与はおろか、あなたからはちゃんと慰謝料をもらわないと。ああ、そのことなんだけど。正隆はまた何か自分に都合がいいことを必死で考えようとしている。なあ、実は俺あの女に騙されてたんだ。やっぱり俺の職業に目がくらんで寄ってきただけなんだよ。夜の商売で働いている女だから、客なら他にもいっぱいいるし、俺の他にもそのなんだ付き合っている男も多いと思うんだ。だから何が言いたいわけ？つまり俺は騙された被害者であって、浮気してたわけじゃない。もちろん彼女とは別れるし、二度と浮気はしない。だから
また俺とやり直してくれないか。よくもそこまでへりくつを並べられるもんだと私は呆れ返った。そんなへりくつが通用すると思ってるの？浮気したことに間違いないんだから、ほら証拠だってここにはたくさんあるわよ。私はそう言って、弁護士が証拠として集めた正隆の浮気現場の写真を机の上にばらまいた。その写真は正隆が雪乃の肩に手を回してホテルから出入りするところや、公園の隅で大人の関係になっているようなシーンなど、どれも劣気とした浮気の証拠になるものばかりだ。ちくしょう、こんなもの集めやがって。正隆はそれらの写真を手に取り、悔しそうな顔でそう言った。そこに追い打ちをかけるように雪乃が現れた。どうやら正隆を追ってきていたようだが、様子を見るために物陰に隠れていたらしい。ちょっと正隆、誰があなたのこと騙したっていうのよ。もう勝手なこと言わないでよ。もともと私に泣いてすがってきたのは正隆の方でしょ。ゆきの、聞いてたのか。もう正隆は万事休すといったところだろう。正隆の自分勝手な言い分をすべて聞いていた雪乃は鬼の形相になっている。私が元キャバ嬢だってバカにしないでよね。私はね、正隆と別れた後もずっと好きだったんだから、この気持ちどうしてくれるのよ。いやとにかく悪かった。正隆は二人の女に囲まれて完全に小さくなってしまった。正隆が頼ってきてくれた時は本当に嬉しかったのに、この気持ちを踏みにじったんだから、私にも慰謝料払ってもらいますからね。おい、なんで俺が浮気相手にまで慰謝料を払わなきゃいけないんだよ。浮気相手ですって？私たちだってたった1ヶ月足らずとはいえちゃんと席を入れたじゃないの。いや、元はといえば浮気だったんだから。その困り果てた表情の正隆を見て、私は思わず吹き出しそうになった。ふふふ、正隆、女心はそんな甘いものじゃないってことよ。私の言葉に正隆はすっかり意気消沈してしまったようだ。大体の決着はついたようなので、私はもう一人陰でこの話を聞いている人物を呼ぶことにした。もうそろそろ出てきてもいいですよ。まだ誰かここにいるっていうのか。私の呼び声に隣の部屋で待機していたある人物が入ってきた。どうも、話はすべて聞かせてもらいました。あんたはあの時の弁護士。そう、この弁護士に私は何かあればいつでも連絡してくださいと言われていた。だから先ほど正隆が我が家に来ると言った時にすぐ連絡をしておいたのだ。弁護士は正隆にはバレないように裏の勝手口からそっと家の中に入り、隣の部屋で待機していてくれたのだった。正隆さん、先ほど香織さんから聞いたと思いますが、あなたにはもちろん財産分与の権利はありません。あと慰謝料についてですが、雪乃さんのことも追加されましたので、そのことも改めて検討させていただきます。弁護士にそう言われた正隆はポカンと口を開けて放心状態になった。これで全てが解決して、私はほっと胸をなで下ろした。その後、私は正隆から慰謝料をもらい、財産分与も婚姻期間中の正隆の収入を折半することで解決した。正隆は雪乃とも離婚して今では一人暮らしをしているようだ。ところが正隆が働く会社は規則が厳しい大手企業。浮気や相次ぐ二度の離婚が会社にもバレたらしく、正隆は解雇されたという。もともと女性関係が派手だったことから上司に目をつけられていたらしい。だから
今回の離婚騒動もすぐに情報が漏れたのだった。私はあれ以来正隆とは会っていないのだが、その情報を教えてくれた人がいた。他でもない、浮気相手のユキノだ。ユキノは私に対して悪いことをしたと反省してくれたようで、我が家まで来て謝罪に来てくれた。ごめんなさい、浮気の慰謝料は働いて少しずつ支払いますから待っていてください。ユキノはそう言いながら頭を下げてくれた。しかし私はユキノからの慰謝料はお断りした。聞くところによると、ユキノはキャバクラを辞めてからは定職についていないらしい。最初のうちは蓄えでなんとかやってきていたものの、キャバ嬢時代の金銭感覚が消えないため、今では蓄えも底をついたようだ。そのためユキノはお金のある正隆にすがってこられたのをいいことに、なんとかして一緒になろうとしていたらしい。でもこんなことを言っても言い訳にしかならないけど、正隆さんのことが好きだったのは本当なんです。確かにユキノが正隆のことをずっと好きだったと言っていた時の目は真剣そのものだった。だからこそユキノに対しては穏便に済ませることにしたのだ。一方正隆の方は仕事を失い、私とユキノへの慰謝料で金欠状態になっていた。だから引っ越したマンションも家賃が払えずに追い出されたようだ。そして私のところにすがるような目をしながらやってきた。香織、本当に俺が悪かった。頼むから今回だけは許してくれよ。これからは何でも香織の言うことを聞くからここに置いてくれ。あ、もちろんお金をくれなんて言わないから、置いてくれるだけでいいんだよ。なんとも情けない声でそう言ってくる正隆。そこで私はさらりと答えた。いいわよ、この家でずっといたらいいじゃない。本当か？いや、助かったよ。そう言って私はとりあえず正隆を家に入れた。だがその夜、正隆が寝ている間に私は自分の荷物をまとめた。実は以前から引っ越し先を探していて、つい先日手続きを済ませておいたのだ。明け方、正隆が目を覚ました頃にはもう引っ越しのトラックも来ていた。おい、どうしたんだよ、こんなに荷物をまとめてどこに行くんだ。ああ、私今日引っ越す予定だったのよ。あなたも分かってると思うけど、この家は借家なんだから、これからはあなたが自分で家賃払ってね。月10万円。え、今の俺にそんなもの払えるわけないだろ。この野郎、騙したな。別に騙してなんかないわよ。私はただあなたにずっとここにいてもいいって言っただけなんだから。じゃあ頑張って家賃払ってね、バイバイ。私はそう言い残して家を後にした。それ以来私は携帯を解約し、正隆とは永久に連絡を取れないようにした。もちろん引っ越し先の住所も教えていない。しばらく経ってから正隆と一緒に住んでいた家の大家さんにばったり会った。正隆がどうしているのか尋ねると、やはり家賃が払えず出て行ったそうだ。どこに行ってしまったのかは誰にもわからない。まあ正隆のことは放っておいて、私は夢のタワマンを購入して優雅に暮らしている。窓からは都会の風景が一望できる、まさに最高のロケーションといった感じだ。私の容態だが、正隆と別れたおかげでストレスもなく、もうすっかり元気になった。タワマンの1階にはフィットネスルームもあるので、毎日でも体を動かそう。またペットかということで、早速大好きなポメラニアンを飼い始めた。これからはこのメスのポメラニアン、モカが私の大切な家族だ。
しかし、いくら宝くじで5億円も手に入れたからといって遊んでばかりもいられない。もともと働くことが好きな私は、結婚前に勤めていた会社で再雇用してもらうことにした。偶然にも引っ越したばかりの日に求人サイトで中途採用の募集を見かけたのだ。問い合わせてみると、私が抜けた後いい人材が入らなくて困っていたらしい。だからもう一度雇ってほしいとお願いすると、担当の上司も喜んでくれた。今では居心地のいい住居に慣れ親しんだ職場環境、まさに理想のライフスタイルを手に入れた。幸せな結婚には恵まれなかったものの、これからは自分らしい生き方を満喫しよう。それが今の私にとって最高の幸せなのだから。